ハッシュタグ推しと結婚ですよね、恋人のカードも世界に羽ばたける、これはもう結婚お付き合い、はい、もういい人と出会ってウヒャヒャヒャですわ。まあまたなんかどん底出てんねん、我慢出てんねん、で歯車回らんでてんねん、めっちゃ嗅ぎ回られんのちゃうかな。だから坂本選手みたいな、あんなね、叩けば埃が出る過去のことを引っ張り出されても。はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴金田ロッキーです。さて、桃色クローバー Z のですね、高城れにちゃんと、日本ハムファイターズの、宇佐美慎吾選手が結婚するということで、おめでとうございます。はい、ファンの方、これでもどうなんやろな、アイドルとかこうもうめっちゃファンで、俺はあんまりそんなんないからよくわからないんですけども、ほんまになんか結婚されたなあ、なってまうんかな。うん、はい、そんな感じでね。ほんで板野友美ちゃんも、ヤクルトの名前忘れた、結婚したじゃないですか。絶対板野友美ちゃんとかあげまんよな。うん、彼、友美ちゃんの旦那さん、めっちゃ成績良なったし。ヤクルト、ね、2年連続優勝ですよ。今年はちょっと日本一は逃してしまいましたけれども、すごいよな、やっぱあんのかな。ほんでね、これあげまん、もし高城れにちゃんにも出てたらいいんですけれども、あげまんっていうのは、要はこの緑で書いてる環状線の先が3つに分かれてる線なんですよ。でプラス、手のひらの真ん中にペケ印が出る神秘十字線、親指の関節が目の形になっている仏眼。仏眼神秘十字出てたら、大げさに言ったら霊感強い、スピリチュアル的に強いみたいな感じになるんで、手相に出てることはいいことも悪いことも全部起こります。したがって、アゲマンド出てて神秘十字仏眼出てたら、まあ凄まじいアゲマンドになります。俺の見た中で最強はミキティです。はい、ちょっとね、旦那さん想像してみてください。もうミキティのおかげでございます。ほんとそうなのよ。で、野球選手とこのタレントさんのつながりでね、昔で言うたらお姉の大御所のカルーセル・マキさんが、マキ姉さんはこれ、もともと男なんですよ。で、ある阪神の選手とやったらしいんですよ。ほんならもういきなりごっつ打ち出して、マキ明日わし大事な試合やねん、一発さしてくれってやらしてあげたら、やっぱりすごい打つんですって。ほんでその話をチームで言うたら、わしもさしてくれ、わしもさしてくれって、私んところチーム一チーム全部もう全員並んでたわよ、順番待ちでって言うてはりましたけれどもね。それはまあ話持ってるにしろ、ほんとなきにしもあらずの話で、で、あるもやめたから言いますけれどもね、オスカーにおった、タレントさんとある野球選手が付き合ってたんですよね。んで、そのある野球選手は2軍でちょっと怪我したり、どうのこうのでくすぶってたんですけれども、そのお姉さんには神秘十字仏眼あげまん出てました。で、俺初めて占って、あなたこれあげまんごっついな、過去の男性出世したやろって言ったら、その話してくれたんですけれどもね。まあそっからガガガガ上り調子で一軍上がってきて、活躍しだして、調子に乗って浮気してしまいまして、お姉さんブチ切れでその男と別れて、ほんならまたそのお兄ちゃん、ズタボロになりました。はい、そんな感じでね、これもあげまんも面白いもんでな、別れてから上がるいう人もおるしな。俺なんかようあんのが、暇な店が俺入っていったら忙しになる。この前もね、あるクレープ屋さん行ったんですけれども、もうそこそこお客さん入ってるやん思ってたら、いや普段そんなことない、やっぱこれロッキーさん来たからなんかなって、もう結構ありますわ。はい、でだからこれが出てたら、エッチなお店のお姉さんでも、ただ本人が楽しんでやってなあかん。うん、ジャニーズの追っかけしたいから、旅行いっぱいしたいから、あ、私エロいし、この仕事楽しいしってやってる人は、このあげまん出てたら、お客さんにあげまん伝わる。お客でうち来てくれて、あんた何仕事やってんの、風俗。お客さんこれ、なんかこう、出世したとかおる、それかええことあったとか言うやろって言ったら、あ、私んとこ来てパチンコ行ったら勝つとかね。うん、やっぱりそういう話は聞くと。
なんか知らんけど、1週間ぐらいは持続するらしいですよ。その、アゲマンパワーもらったら。で、これが恋人になる、結婚するってなったら、もっと続きますからね。はい。高城れにちゃんが出てるのかどうかわかんないですけど、出てたら旦那さん出世します。だから今なんやろ、試合70何試合でマスクかぶった相手だから、控えの保守なんかな。はい。そんな感じなので、これで、なあ、板野さんの旦那さんみたいにガーン行ったら、れにちゃんすげえってなるわな。はい。そんな感じで。まあ、れにちゃんもとりあえずね、こう、一区切りというか、結果は残したんで、アイドルの一応極めるところは極めたんで、次のステップってことなんじゃないですかね。はい。そんな感じでね、まあ、おめでたいことで。では、高城れにちゃん、はい、どうなっていくのか、旦那さん目線と両方で占っていきたいと思います。ではまず高城れにちゃんから。はい、高城れにちゃん目線の占い結果です。解説していきます。あのね、ほんまにね、これ多々あるんですけれども、有名人の方結婚なさって占ってええの出なかったりするんですよ。もうごちゃ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 ね、かきずり回られて、ねえ、週刊誌とかにね、こう追い詰められて、もうそれが鬱陶しいんかなみたいな、そんなんがやっぱり出るんかなと思うんですよね。まあ関係はもうしばらくお付き合いしてたやろからね、分かってるとは思うねんけれども、いきなり昨日今日知り合ってゼロ日交際婚ではないと思うので、まあやること自体は自分本位のことですね、結婚というのは。はい。でこれ、まあそんなに時間かからずしてみたいなカード、これはやっぱ迷ったんでしょうね。甘え断ち切った、もうよしやるぞってこう気持ち断ち切ったって意味やと思います、結婚に関して。うん。それからやっぱりこうね、不安のことを、不安の人たちのことを考えて、ああやっぱり、うん、結婚はって悩んでたのかもわからん、ちょっと歯車回らん感があるんですよ。うん。だからそこ不安な部分が出ているぐらいやったらいいんですけどもね、希望を見えない、なんとか踏み出すものの、前に踏み出すもののトラブル。どうなんやろな、アイドルって結婚したらあかんのかな。なんかもう そこのこう葛藤があるのかもわかんないですね。はい。それかもうちょっと幸せなはずが追いかけ回されて鬱陶しいになるのか。うん。ちょっとまあ不安の人たちとの間に立ってそういう葛藤がある、うん、後ろめたい気持ちというか、そういうのがあってなのかもわかんないですね。はい。まあやった以上はね、しっかり旦那さん支えてあげて、だからこう仕事を自分だけ、まあ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 ね、旦那さん支えなあかんか、仕事仕事言うてるわけにはいけへんからな。ある意味アスリートの嫁大変やぞ。うん。そういう意味でちょっとアイドルが続けられなくなる、そんなんがあるのかもわからへん。両立するつもりでやってもね。はい。では続きまして、宇佐美慎吾選手目線で占いたいと思います。はい。では宇佐美選手目線占っていきます。はい。宇佐美選手目線の占い結果です。解説していきます。これももろあれですね、推しと結婚、ハッシュタグ推しと結婚ですよね。恋人のカードも世界に羽ばたける、これはもう結婚、お付き合い、はい、もういい人と出会って、うひゃ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 ーですわ。
こんな幸せなことはないっすよね。うん、なんならわしプロ野球選手になって女子アナと結婚するぞぐらいね、それはもうステータスなんかもわかんないですけども、アイドルと結婚するぞね、マー君とかね、そんなん目指してたのかもわかんないですけども、で真ん中ね、ちょっと充実なお金出費がある2人、まだそこまで給料あれなんかな、晴れたことはできへんのかな。だからこっから先がとりあえずあれよな、まあレニちゃんのアゲマンパワーが炸裂したらええねんけどな。ただこの先がな、未来ちょっとまだ分からへん。これ今のこの直近で言えばまたなんかどん底出てんねん、我慢出てんねん、で歯車回らんでてんねん、めっちゃ嗅ぎ回られんのちゃうかな。だから坂本選手みたいな、あんなね、叩けば埃が出る過去のことを引っ張り出されても、もう必死なってこれ嗅ぎ回ってくると思うよな周り。うん、だからそれが鬱陶しいって思うのか、もう結婚自体はもうウヒャ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 ーですわ。うん、でプレッシャーもあるやろうしな、うん、性保守なってどうのこうの、だからここから先まだちょっと直近ではもう鬱陶しいの方が多いです。はい、いろいろ両方目線そうなんやろな、あのレニちゃんもこの人もなんかもう嗅ぎ回られんねやろな。うん、プラスプレッシャーどうのこうの、はい、それ跳ねのけてね、やっぱり結果残してこそ男やと思いますし、嫁子供養っていかなあかんわけですし、はい、そんな感じでね、宇佐美選手頑張っていただきたいと思いますが、まあ周りの目もね、注目度も増すと思うので、はい、それがええ方に動いてくれたらいいんですけれども、結婚自体はいいんですが、うん、もしかしたらちょっとそのプレッシャーに負けちゃってあかんようになるかもしれへん。はい、そんな言うてる場合じゃないですよ、宇佐美選手。はい、頑張ってください。まあ本当にね、レニちゃんがアゲマンであることを祈っております。お二人幸せになっていただきたいと思います。はい、週刊誌の方々、鍵回んのやめてあげてください。はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。